とりあえず今日の目的地がもう少しで着く。あと 7.5 キロ、あと 7.5 キロで着く。見た感じマジなんもね、なんもね。雨竜町っていうところ今過ぎて、竜三、何やったっけな、サンフラワー北流っていうところに向かっています。できればそこで今日は泊まりたい、まあ、テントでもいいから泊まりたい。よし行くわ、もう疲れたよ、今日はもう疲れたよ。もう9時間ぐらい、8時間26分、疲れたよ。8時間26分は疲れたよ。ああ、よっしゃ行こう。とりあえずあのコンピラキャンプ場を見に行ってみよう、まあ、多分そこで今日は泊まるんやけど、まあ、無料らしい。ちょっと場所見に行って、でちょっとここは10時までっていうことやで、ちょっとまた入りに行こうよ。寒いな、北海道寒い。今からここにテントを張っていきたいと思います。できたー、こんな感じ、こんな感じ。ペグはね打たない、もう荷物入れれば飛ばないから、うん、こんな感じでいきます。よし、とりあえずこんな感じです。こう寝袋がこうあって、下にこのマットがあって、これがバッテリーですね。いろいろカメラとか携帯とか、あとモバイルバッテリーとか充電したりとかして、まあ居住スペースは僕のこのここだけですね。あと荷物置くとこ、こういう感じに荷物を置いています。はい、今からちょっとご飯の準備をしたいと思います。はい、今日のご飯は餃子、キムチ餃子チゲです。まあでもね、餃子とあのウインナーしか入ってないですけどね。で、得意の僕のスタイルフリー、これでいっぱい今日はやって寝ようと思います。まだね、暗いんですよね。北海道はね、寒い。それではちょっと一ついただいていこうかな。こんな感じ。うまい。そんで、うまい。
はい、じゃあ食べていきます。はい、おはようございます。はい、今僕は何だっけ、北竜町コンピラ公園キャンプ場です。はい、今日はここで寝ました。こんな感じ。ふう、で今からね、ちょっとお風呂入りに行きたい。朝風呂っていうところが今6時、朝の6時なんですけど、ちょっと朝風呂入れるところがあったから、そこ行きたいと思います。はい、ちょっと撤収します。